今日は3人と一緒に運動しよう。それではやっていきましょう。まずは4秒間しっかり体をちっちゃくしてから、4秒経ったら足を広げて手を広げて体を広げましょう。いきますよ。1、2、3、4、開く。1、8、1、2、3、4、開く。しっかりと体を縮めて開く。4カウントずつ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。10秒休憩してから、次は手をクロスしながらもも上げを一個一個打っていきましょう。いきますよ。1、2、1、2。さあ、足の位置がしっかりとその場で打ててるかな。移動しないようにしっかりバランス感覚と腹筋、足の前側の筋肉を意識してその場で足上げ。 OK。 1回目の動きをちょっと速くしていきます。1、2、3、4じゃなく1、2、3、4ですね。数カウント、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そう、ちょっと速くなったので息が上がってくると思います。そう、縮込めてから楽。 OK。 もも上げの次は肘に変えます。Knee&Elbow いきましょう。はい、タッチ。さっきよりも足を高く上げないとタッチできません。息を一回吐きながら、OK。 次はその場で手を上げながら軽くジャンプ20秒間していきましょう。すげえ盛り上がってるみたい。いいね。楽しくいきましょう。余裕のある方は回せ。ある意味楽しい。オッケー。もも上げの次は膝の下でタッチしましょう。音を鳴らします。これもさっきよりも足を上げてタッチタッチタッチ。手をしっかり肩の位置まで戻してからタッチタッチ。ふっ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 。男男しい声が。さあ、最後はダンシングドール。足をこのようにクロスさせながら交互に1、2、1、2、1、2、1、2。しっかりと体側が伸びてる状態。ふっふっふっ。できるかな。 OK。 ラストですね。ラスト種目、イエス。ラスト種目何しますか。よし、考えました。これだぞ。何そっけ。はい、こちらでトレーニングを終了になります。水分補給をしましょう。はい、ということでお疲れ様でございました。今回はですね、まあ、ちょっとオープニングがいつものね、はい、違ったと思うんですけれども、まあ、お子さんのいらっしゃる方、子供と一緒にね、小学生とかね、運動できるようにということで、はい、今回は使いさせてもらいました。前回のね、あの子供と一緒にできる動画、また結構前でしょ、あれ、前やったの。そう久しぶりにちょっとね、今回撮らせてもらいました。そうです、だから今回はちょっと大人向けなんですけれども、はい、子供も簡単にできるかなというふうに思いますので、はい、ぜひぜひ一緒にやってみてください。はい、ということで皆さん楽しんでくださいね。さよなら。じゃあねー。